ピカチュウみたいのがいる。お、見えてきた見えてきた。せっかくなんで自己紹介していただきましょう。すごいカラフルで、ね、重い重いに猫科のトラみたいな、トラがいる。あ、すうわこれこれ木なんだろうね、石。あ、ピンクで可愛い。本当だね。うわうまいね。朝の散歩に気持ちいいですね。そうだね、うん、おーおーおお、ほんとだ、このにゃんこかわいい顔してるね、うん、ああほんとだ、子猫もいる。ほんとだ、子猫が、あとあうんになってますね、うん、近畿用途日本で唯一生まれ子。の階段は歩きやすいけどさ、うん、お城の階段って歩きにくいじゃん。そうだ、ね、やっぱ用途が全然違うんだなって思う。そうだね、一緒にされてた分後ろお城も神社もびっくりだよ。いや立派だね、はい、え、これサラリーマンの猫がいる。ネクタイしてる。ネクタイしてる。猫プロジェクトね。あれピカチュウみたいのがいる。ピカチュウがね。え、これなんかステンドグラスみたいな感じで。ああ、ほんとだね。これなんかあれだよ。ハングルで書いてある。ほー、国際色豊か。うん。眉毛が。こっちも眉毛が。ハヤブサ。ほほー、城ヶ崎灯台 400m。 いや足にくるな。あのちっちゃいのが見えて、また向こうにも見えるのね。そうだね。おっとっとっと、あ、見えてきた見えてきた。お団子転がしたら桜餅になる。やめな。違う失礼しました。何言い出すかと思ったら、いやそのぐらい花びらがついてるからさ、もう思わず ね、はい、失礼しました。へ、すごいね。ということは灯台もうちょっと近く、ね、行けるんだね。うわーすごいね、いいねいいね。さあ、いやー、そもそもね、ここの稲の船屋、こういう風な特殊な船とこう家が合体してる。1階がガレージで船が入ってて、2階が居住区っていう感じだね。そうそうそう。っていうのはいろいろテレビとかも見ていて知っていたんだけど、まさか丹後の方は実は知らなくて。あ、丹後に入ってから初めて、あ、ここがそうだったんだって知ったもんでね、うん、ちょっと嬉しい限りだね。島の雰囲気がさ、うん、あれじゃない、かしこ島とかの向こうの伊勢の、伊勢湾の街、うん、なんか似てる感じがする。うん、こう、向こうって感じ。おお、
うん。表現力が乏しい。着きましたね。はい、天の橋立てですね。うんうん。天の橋立てのね、竜の部分を歩くってやつですね。やっぱあの上から眺めてみるのと、うん、ここからを見る、うん、この当たり前だけど結構違うもんだね、うん、2時間あれば行って帰ってこれるぐらいなんじゃない？チャリで、まあ余裕持ってってやつなんだろうね。そうそう、徒歩だから、うんうん、うちらは、うんうん、そこまで行かねえぜ体力の限界みたいな。そういや、体力残しておかないとさ、挙手力、収力とか言っちゃってるし、もう口も回ってないね、もうやばいよもうそれなくても、もう緊張してずっともうドキドキしてるんだけど。あー、そうなの？動機なの？動機がちょっと気をつけないとねこれってさ、松ぼっくりの種なのかな。これが松ぼっくりになってくのかね。あー、この実みたいな。どうなんだ、でもそういう位置じゃない？な、ね、松ぼっくりできてるのね。あれさ、若い芽だとさ美味しそうじゃない、うん、食べることしか本当考えてないね基本はこうなってるんだね。うんうんうん、歩けるようになってるんだね、遊歩道みたいに。そうだね。あだうちの場とか、うん、一里塚とかあるね。あるんだね。結構向こう側に行かないとないんだね。ガチャも口回ってなくてやべえぜそうだね、回ってないね。ちょっと行ってみようか。おお、すごい。ちょっと日焼けしたじゃん。ああ、そう言われればそうだね。そうそう、美味しそうな。運転してたからじゃないの？右手だけだから。うん。だよね、ほら、そうそう、運転してる手だけ焼けたんだ。ターキーレッグみたいに。何かバオって感じよね。なんちゅう会話してんだか。ちょっと休憩できる東屋が見えてまいりましたの。面白いね。うんうん。いや、いいじゃない、いいじゃない。風情があって。さあ、今反対側の方に来ましたけど、だいぶ雰囲気は違うね。それにしても本当、海の水がとっても綺麗で、いや、心洗われますな。いや、今日はいい天気です。ほのぼのと、ほのぼのとして。ガッチャン、はい、それぐらいに、さあ、じゃあやりますかよし、はっはっへはつわんつ、お願いします。さあ、ここからはですね、今回はゲストをお招きしてのコーナーということでお届けしていきたいと思うんですけれども、なんと日本一周旅行をせっかくなんで自己紹介していただきましょう。はい、夫婦で日本一周をしている YouTuber のカタカタゴーゴーガッちゃんと嫁のむっちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、日本一周を車で、せっかくなんで握手していいですか？あ、もちろんです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、またまた、はい、お願いします。